はい、こんにちは。和也の孫です。今日もよろしくお願いします。さて、今日はプレドニンの話、久々してみたいと思います。僕のチャンネルでもプレドニン紹介時々するんですけども、今度はですね、プレドニン減量の話をしてみたいと思います。普段僕が治療するときは30ミリっていう量からスタートして、ちょっとずつ減らしていくんですよね。で、飲み始めのときっていうのは、大体30ミリ飲むときは症状が悪化しているときなので、体が辛いんですよね。ただ、プレドニン飲むと体の炎症が取れるとか、あと僕の中ではプレドニンってこう少し体を元気にする、ハイにするって言ったらいいんですかね、元気にするような効果があると思うので、こう疲れにくくなるっていうのは正直ちょっとあるんじゃないかなという気がします。当然、副作用でこう寝つきが悪くなるっていうのは僕結構出ますし、あとは骨粗鬆症といって骨が弱くなるっていうのも出るので、僕自身弱くなったので骨の薬飲んでるんですよね。あとは、そうですね。ムーンフェイスで顔が丸くなったりとかっていうのはあるんですけども、僕自身あまり体重が増えるとか、ムーンフェイスっていうのはあまり出てこなかったんですね。だから本当に効いてるのかななんて思うんですが、プレドニン減らしていくと、30が20になり、10になりって、どんどんちょっとずつ減らしていくんですけども、10を切ったあたりからちょっとずつ体辛くなってくるんですね。で、5を切ったあたりからは本当にもう疲労感強くなってきて、こうまた症状、もう僕の場合は小好酸球性消化管疾患っていう消化器の病気なので、喉の使い感が強くなってみたりだとか、あとお腹がこう痛くなったり、ゴロゴロ動き始めたり、下痢したり、あとはなんか焼けるように熱くなったりみたいな感じで、こうちょっと症状がね、強く出てくることが多いんですね。で、5ミリ、今1年ぐらいちょっと続けてたんですけども、いい加減ちょっと減らしてみようかっていう話に病院でなったんですね。で、いつ減らそうかってなったんですが、仕事が少しゆっくりになる時があればそれがいいかななんて話になったんですけれども、僕がこう今仕事イメージして、仕事が暇になるってイメージが全く湧かないんですね。もう人手がない、足りないっていう状態がずっと続いているので、ならもう今減らしましょうっていうことで今回減らしたんですけれども、やっぱりですね、5を切ると調子悪いんです。もう疲労感が強くなる。もともと疲労感最近ちょっと強かったんですけれども、それがこう、3割増し、5割増しぐらいの疲労感と、もうなので疲れやすいので、午前中途中からもうぐたっとなってきて、昼休みは最近、プレドニン減らす前は、オーディオブック聞きながらストレッチしたりとかっていう形で体を整えることをしてたんですよね。ただ、もう今はご飯食べた後にもう寝てないと体が動かないっていうか、もう寝ちゃうんですよね、昼休みに。ただ、寝てる最中に呼び出されるっていうことがしょっちゅうなので、ゆっくり休めるわけじゃないんですけども、それでももう2分でも3分でもいいので寝るっていうので、もう寝るようになっちゃったんですね。なので、それぐらい疲労感が強くなるんですけども、ここを乗り越えて、今の状態に体が慣れてきたら、また少し戻るのかななんていう、こう淡い期待を持っていますので、今後どうなるのかもね、ちょいちょい紹介していこうかなと思っています。今がこう減らしてすぐっていうことでちょっとしんどいで、忙しいっていうのも重なってさらにしんどいっていうのがあるんですけども、皆さんもね、こうプレドニン増やすとき、飲み始めるときっていうのも不安たくさんあると思うんですね。なので、副作用はちゃんと医師とか薬剤師に相談してケアしてもらってっていう形で、より、ちょっとでも安心して飲めるようにしてもらった方がいいですし、僕に相談っていうのであれば、当時もコメント欄でもいいですし、インスタとか、ツイッターのアカウントも載せてるので、そこにこう、ダイレクトメールみたいな形で個人的な相談っていうのも当然来ますから、いつでもそれは構いませんもんね。ただ、治療して、ある程度症状が落ち着いて、じゃあ減らしていきましょうっていうことで、減らしていくときも、どこかからかですね、やっぱり減らし始めると辛くなるときっていうのがあると思うんですね。ただ、それが突然やってくると、びっくりしますよね。ただ、知ってると、ちょっとでも安心するのかなっていうのと、この辛さの、対処法が見つかればより良かったんですけども、今のところ僕がその辛さに苦しんでいる最中なので、その辛い時間っていうのが、これぐらいで僕は終わりましたよっていうのが分かれば、当然紹介しようと思いますし、あとは、こんな方法を取ったら楽でしたよっていうのも分かればね、紹介しようと思うんですけれども、今なかなか見つけきれずにいます。なので、プレドニン治療してる世の中たくさんいらっしゃるので、もしこんな風にしたら楽だったよっていうのがあればね、ぜひ教えてもらいたいななんて思います。で、それをこういろんな人に紹介することで助かる人が一人でも増えれば、それはすごいいいことかなと思っているので、僕自身病気のことはなるべく隠さず、で、薬のことも隠さず紹介していますから、誰かのためになればななんて思っています。ということで、私は僕はこんな風にしたら楽でしたっていうのがあればね、気軽にコメント欄書き込んじゃってください。
ということで、現在プレドリン減量中ということで、まあプレドリン飲み始めた時こんな風に注意してましたよなんていう動画はね、何回かアップしたんですけども、減らす動画って作ったかななんて思ったので、ちょっと作ってみました。まあ多分減らしている最中はですね、おそらくこの5ミリを切ったあたりから辛くなってくるので、多分今までも何もしてなかったんじゃないかなっていう気がするんですね。なので今はね、今日はちょっとその外が雨、土曜日の午後なんですけども、外が雨で体は辛いけど、まあ寝てたらちょっと楽になったので、まあ動画作ってみようかななんて思って撮影してみます。なので明日はですね、雨が上がりそうなので、こう早朝ドライブ行こうかなと思ってるんですね。雨上がりのドライブ気持ちがいいんですよ、風がですね。なのでまあちょっと辛くても、好きなこと楽しいことっていうのは頑張ってした方が気分転換になるんですね。ただ本当にその病気が辛い時っていうのは、動きすぎると当然体が辛くなってしまうので、そのバランスっていうのがですね、難しいんですよ。自分自身が気持ちが辛くて体が辛く感じるのか、体が本当に疲れてるから気持ちも落ちてるのかっていうのが、見分けがなかなかつかないんですね。なので、まあ、そこで見分けがつくようになると対処法っていうのも上手になるんでしょうけれども、基本的には外に出ようって思った時はちょっと辛くても出るようにしています。ということでね、明日ドライブに行ってグタッとなっているのか、それでもちょっと元気になっているのかっていうのは、明日になってみないとわからないんですけれども、まあ、その辺の失敗談みたいなものもね、今後も紹介していこうと思っています。和也の孫でした。ありがとうございます。失礼します。